これはね、やっぱり北海道なんで、まあ、さっきのね、駅名は出ましたけど、まあ、特定の場所を、日本三大がっかり名所の一つ、がっかり。の話を、あそこですね。まあ、これはね、まあ、これも有名な話ですけど、まあ、時計台のね、話です。なんかね、時計台、まあ、みんなね、わかると思うんですけど、まあ、住んでる人はわかるんですけど、大通りと札幌駅の間ぐらいにあって、まあ、ビジネス街のパーって中に入って、意外と見に行くと小さい、がっかり名所なんですけど、僕、逆になんか中に入ったことないですけど、向こうあります。ありますか？あります。まあ、待ち合わせにね、使う人も多いと思うんですよ。ああいうと多ころ。いですね、あそこ。でもなんかそれを、待ち合わせに使うときに気をつけなきゃいけないことがあるっていう。へえ。まず、午前1時から3時の間と、女性1人。あと、赤い洋服を着ている。これは、この条件に当てはまる、この3つに当てはまる人は危ないらしいんです。なんで？この条件に当てはまる、女性の方は、高確率で、宇宙人を目撃するんだよ。幽霊じゃなくて。1時から3時の間。なんか午前1時から3時の間。で、女の人1人。で、赤い服を着ている。行くこと。今だ。今から。今です。今でしょ。あと15分で、ね。終わりますね。15分しかないです。これは無理だ。いけませんね。まあ、でもこの、まあ、これは何でかっていうのは、詳しいことはね、書いてないんですけど、なんか、それが、まあ、どこまで尾ひれついてるのかわかんないですけど、例えば、会いたいと思って、まず条件に当てはまるように行動したら、宇宙人の方に幽霊ができて呪われてしまうっていうことが。ただ、これは、なんか本当に、なんていうか、なんつうの、偶然たまたまそういう条件に合ってしまった女性は、そういう宇宙人に遭遇する確率は高いって言われて。で、その時の話をしようとしても錯乱してて ちゃんと話せないっていう。何かしらのそういうのがあるのかもしれないっていうスポットだっていうことですね。まあ、ただ偶然に行かないとアウトだってことですよね。そう。たまたま。狙っていったらアウトだ。そう。でもなんか、その条件に当てはまるってでも、結構、こんな時間に まあ、飲み歩いてて、まあ、車もなくて とりあえずタクシー拾えないから歩くかぐらいの人しか通らないような感じじゃないですか。そんな時間帯に。あのところっていうか、結構、なんていうか、飲み屋街からも外れてるっていうかね。まあです外れてるっちゃね。外れてるし まあ、なんかちょっと、なんか用事があってとか、まあ、残業遅くなってとか、OL さんで、しかも赤い服って結構派手めな ですね。なんか逆にそういう女の人を見る方が高確率じゃないかなみたいな。高確率でなんか見れないっていう じゃあ、エアジーのスタッフさんは絶対赤いやつを着ちゃいけないですね。エあアの辺ジー通スるタッかフ。時計台ビルなんで、エアジーは横なんで、その時間に仕事終わる人とかもいると思うんで、女の人で一人で赤い服を着たら、もしかしたら宇宙人に、クッと言われちゃうかもしれないとよいけないじゃんみたいな。怖いですね。なんかね、とあるサイトでね、その宇宙人ってあんまり、どちらかというと僕もあんまり興味はないんですね。でも一説として面白いなと思うのは2つあって、宇宙人っていうのは未来人みたいな。人類が進化してて未来の人だっていう。で、こうタイムワープしてきて、まあそういう時代になんか歴史の大きい変化がある時って、なんかそういう、ね、UFO が多いとか、要はそういうのを見学に来てるとか、なんかそういう見に来て観光してるっていうかね、なんか危険じゃないかとかね、噂があったりとかするじゃないですか。もう一つが、あ、これ言わない方がいいな。これちょっとマジネタで怖いのとかあるんで、これはオフレコで言います。まあ、でも、ケネディ暗殺の時とかも、確か、なんかスマホかなんかを持ってる写真があったりとか、
ちょこちょこそういう未来系の、うん、そういうのはね、うん、この時代にそぐわない格好をしてる人がいるとか、なんだっけ、なんかボクシングかなんかの試合、昔の試合でそのスマホみたいなのを持ってこうやっている観客席にいる女の人、男の人が写真に写っているとか、この前ちょっと見て、うん、もう、あ、なんか四角いの持ってるみたいな、っていうのはこの前僕も記事で見ましたけど、例えばだからそう考えるとタイムワープみたいなのができるのは、うん、もしかしたらそう遠くないのかもしれない、うん、可能性はありますね、うん、スマホみたいなのがねずっと、うん、あるうちになんかそういうことできますよってことかもしれないし、うん、ドラえもんになれちゃう、そう、なんかあと、まあ、そのチャーリー・チャップリンとかもね、映画でなんかプッて女の人がこう携帯みたいなのこうやって探してプッて消えるみたいな、うん、あの当時にはできない技でこう、ね、合成とかできない技でやなんていうとか、うん、まあそういうのはありますね。なんかでこの間なんだっけ、コンビニでなんだっけ何万円玉みたいななんかこの世に存在しない効果を出して、コンビニ出してその人はなんか普通になんかこう出してるから、でもなんか店員はふざけてるっていうか思うから、だから逮捕されて、うん、なんかそういう風に、でもこれは実際調べたらそれが結構高価ななんかその材質で作られて、うん、なんかもしかしたら本当にこういう、まあそれはどちらかというとなんていうの、パラレルワードの話、うん、うん、どっから来た人なんじゃないかなっていう説があったりとかね、うん、まあまあ、ね、未来人に関してはまあちょこちょこ聞いたりはしますよね、うん、あの一時なんかちょっと有名になったのは、うん、あの関とかで関さんのあの、うん、出てるようなあの、うん、あの番組の中でも未来人の話をしてて、うん、その話の中で、うん、まあ、2050何年とか2060何年とかに大きい地震があるだとか、うん、あとはこの前の震災だとか、うん、あの津波の震災だったりとか、うん、に関してはあれは予言されてたと、うん、っていう話とかもちょこちょこ、まあでもいかんせんアムステルダムじゃねえ、間違った、うーんとあれなんだっけ、でかい巨人が来るぞみたいな、ノストラダムスに関してはただの基地会だったんじゃないかっていう、まあまあ、噂もあったりなかったり、うん、そう、まあ、たまたまいろんなことが言ったら ね当たったり、ね、うん、するかもしれないし、まあ偶然の位置ってすごいいっぱいあるから、うん、シンプソンズとかはね、結構そういう未来予知してるんじゃないかっていうことがいっぱいあったりとか、うん、でもなんか予知っていうよりか、もしかしてそういう情報がもうリークしてるのかもしれないとか、うん、ね、思っちゃう、うん、なんかトランプ氏のあれを当ててるっていうのはなんかバックトゥザフューチャーとか、うん、シンプソンズもね、なんかそういう場面があったりとか、うん、なんかしてるし、なんかそういうものが ねバックトゥザフューチャーでしたっけ、トランプさんが大統領役で出てきてたやつって、そうそうそう、本当になっちゃったみたいな、うん、でもサブリミナル効果かもしれないし、なんかそういう、まあまあまあ、吸い込まれてみんながこう、うん、なるみたいな、そういう、うん、あ、なんかその人がその時代にこう布石をしといて、なんか民衆の中にこう無意識にこう植え付けられて、うん、そうなったかもしれないし、うんうん、そう考えるとすごいことだなっていう、うん、そういう戦略だったかもしれないと思うと、うん、サブリミナル効果は結構有名っすね。話は。そうかもしれない、ね。米国は特に。的中してたのか、もしくは本当は情報操作サブリミナルしてたのかっていう、ね、うん、のは分からないじゃないですか。さあ、あとはね、もう、ね、宇宙人の話も出ましたし、うん、では僕は、はい、北海道に話を戻しましょうか。そうですね。僕の地元旭川の話を、うん、まあこれも有名だしタモ様とかには何人かに話したことがあるんですが、旭、うん、川に五穀神社っていう大きい神社があります、うんうん、まあ五穀っていうのは国を守る、うん、とか言ってね、書いて五穀って言うんですけども、うん、